伊助のニヒニヒニュースですよね。これあれですよ。斉藤って言ったら次伊助君が伊助とって言って両方合わせでニヒニヒニュースって言わんンと言ったんですよ。これこれはもうやらないといけなせいいですよ。いいですよ。大丈夫ですよ。斉藤伊助のニヒニヒニュースはい取り直し。これ 斉藤伊付の二ヒニヒを合わせないといけないんでね。ああわかりました。じゃこうこうしていきますよ。斉藤。はい。お伊付の二ヒニヒ。はい。途中に入ったんで。はい。じゃもう一回いきましょう。斉藤伊付の二ヒニヒ。二ヒニヒ。これタイミングタイミングもうちょっとさらっとなりませんか。こります。あちょっと。

押している人とかって誰かいますうん、本当ちゃんっていうのはちょっと見てたんですけれども、今は見なくなりましたね。え、その本当ちゃんというのは女の子ですかそ,そうですね、女の子だけど、声は男の人をやっているみたいな。あ <laughs> <laughs> はいああ、ボイスチェンジをしてるということですか いやボイスチェンジャー使わずに地声で頑張って高い声出してるみたいなんですけれども、そういう人がいましたね。えー、それ、いつ頃の話ですか、それをみその人見てたのは。1>, 1年前ぐらいですかね。あ,あなるほど。それはどういう目的でそれを見てたんですか、面白かったからですか。えっと、そうですね、斬新でしたね。要するに、その AI の女の子があの DS の 工作員やという設定なんですよこれからお前らどんどん騙していくかんねこういう作戦でいくかんね <laughs> っていう <laughs> 教えてくれるそれは僕の3番のやつにつながるやつですねグローバリズムとどう戦うかっていうその後方部隊になってたっていうイメージです、ね、斬新な後方のやり方でしたああなんかポジション的には千尋さんとかにちょっと近いかなっていうイメージですかねあの人は VTuber って言っていいジャンルなんか分かんないですけど、一応、キャラクターを当てて、キャラクターを動かして、自分が声を当てるっていうシステムだと思うんですけど、僕は VTuber って定義を調べたわけでもないし、実はにバカなんで、あれなんですけど、v r m っていうのは株式会社か、会社なんですよ、v r m という会社、で、何をやってる会社かっていうと、VTuber のアイドル、女の子たちを運営管理、運営して、 で、えー、そこで収益を上げるっていう会社なんです、v リリウムという。はいはいまあ、これまでにあった、まあ、あの事業形態ですよね、うん、あの配信者を輩出する事務所と同じで。ああ、UM とかがそのイメージ的なそうですよね、だから UM ってユーチューバー全域をっていう、基本的には多分人を、ね。人を まあ普通の生身の人がまあ多分大多数だったと思うんですけどでそのアイドルの VTuber の女の子たちを管理する会社の中に所属しているアイドルがまああのまあ最初5人デビューすするんですよ VTuber アイドルとしてそのあの要するにヌルっと動く綺麗にこにスムーズに動くあの女の子の映像というかあのアニメーションと。 まあ本人が、中の人本人が声を当ててそで、ね、でそれでやるという、その辺も多分イメージ湧くと思うんですけど、はい、その VTuber のそういうまあアニメーションで動くっていうのも含めてなんですけど、そのあたりがいつぐらいから出てきたのかなとか、ちょっと僕は詳しくは分からないんですけどいもうだいぶ前で,す、ね、前ですね、もうニコ生時代の時に、もうちょっと出始めてましたからね。 うん、だいぶ前ですね。すねそれは<え> AI ではなかったってとこですかね。あその AI っていうのは、あれですよね、そのぬるぬる麗にこに声に合わせてこう動いたりとか、い<や>そういうのが AI ってことですかいや、それ自体は結構前からあります。3D のただが、3D の技術なんで、それ自体はあったんですよ。AI ってなると、それをもっと簡単に作れるみたいな。 昔はしてたけど、今、AI が作ってくれるとあ、イラストも。ソフトを。イラストも ?AI の画像を作るイラスト、描、えー、くソフトはいるけど、まあ、それでも全部賄えると。ああなるほどですね。<で>ちょっとそのあたり、僕も分か,かんないんですけど。もう少しいきますけれども、はい、あとその、でそのイラストを描きました。じゃあ、それを 3D 化するのにも、これまた10万ぐらいかかりますと。 でもこれは今もそうだと思います、イラストを 3D 化するのは金かかりますよ、<ー>結構、その有料の結構高いソフトが必要ですちなみに、ですねかかす僕が見てるその VRUM の女の子たちは、3D ではなくて 2D なんですよ、<あ>アニメーション。じゃあ、ちょっと低予算でそれをやってるんだと思いますよ、ーはい、本来は 3D です。 3D っていうのは、要するにポリゴンじゃないですけど、立体映像ですよね。で,でも、立体ではなくて、僕が言ってるのはまあ2次なんで、アニメーションっていう感じなんですよ。うん、で、まあ、あのちょっと線引きなんですけど、例えば、く君が VTuber って、まあ、あれはその名乗ってはいたんですけど、ね、VTuber っていうのは、あるんですよね、はい、そのイメージ的には 2D でほとんど動かないアニメーションだから <laughs> でそ,うそうではなくて、まあ、ほぼ二次元としてはちゃんと動く V チューバーっていうのは OK ですよね、うん、イメージで、ね、ちゃんと動かさないと V チューバーには昇格しませんよね、まあ、その僕がそれをわざわざ取り上げた理由としてはです、ね、やっぱりその V チューバーが産業化して、まあ、これからまたさらに広がっていく可能性っていうのを期待したいという気持ちなんですよ。す その辺く君がどう思ってるかまではちょっとあれなんですけど、うん、僕はですね、そのまあ割と新しいものだから、まあ、これからもそういう VTuber 産業っていうのがもっと伸びていくっていう可能性を、ちょっと語りたいなっていう感じなんですけど、僕逆なので、逆いいなると思いますよああ、そうですか、じゃあちょっと伸、はいね、びていってほしいし、ああ、そうなんですね、うん、それはなぜですか。 うん結局メタバースが流行らないように面白くないからですかねうん、うん、飽きちゃうだから VTuber 自体がもうちょっと前にはやったけど<ー>今度 AI 化になって作りやすくなってきたとその VTuber 結構敷居高かったんですよ、うん、これまで本当にイラスト発注したり 3D 化するのもちょっと勉強をかなりしないといけなかったけどあ<ー>まあ何らか多分その簡易化されてきたんでしょうでもう一回じゃあ VTuber やっていこうと その流れだと思うんですけど、うん、結局面白いかどうかは映像なんて関係ないからね。ああまあでも、まあ一般大衆がどれだけです。ああああ 僕はです、ね、そこはおも、まあ、面白いと思ってるから取り上げてるんですけど僕はもともとアイドルとか追いかけるっていうことをやったことがほとんどなくて<い>だから今この年になって初めてあアイドルっていいなって今思ってるんですよ、うん、正直でその良さをどう大衆が受け入れていくかまではちょっと読み切れてはいないんですけどその,その中で登場する言葉でママとパパっていうのが登場するんですよ ママ,ママというのがイラストの生み出しの親です、うん、かイラストレーター、でパパっていうのは,はい、はい、多分エンジニアだと思うんです、コンピューターのエンジニア、うん、だからそのあたりがそのどのくらいの値段でそういうの設定できるとか、その雇われているか分からないんですけど、ただ、エンジニアとイラストレーターがそこで飯を食えるわけじゃないですか、そうイメージ的には。そうでですね、まあ、でも、AI、のソフトが ソフトで作るそこが出てきたらどうなのかなというのは、正直ちそうですね、そんなには動かないような気がしますけどね、うんまあ、そんな巨大なそのしあの雇いの産業になるとまではあれなんですが、ただ、そういう、まあ、V チューバーの管理会社が、そういった V チューバーのアイドルを誕生させて、でまあ、それなりの規模の市場ができてるっていうのを、ちょっとまあ僕としてはあの温かく見ているところではあるんですよ。 まあいつも通り、まあ、ちょんと上がってまたボンと落ちるっていうだけの話でしょうけれどもね長くは続かないでしょうっていうのが印象ですね。まあ、まあ,、ねまあうん、あなるほどですね、うん、まあちょっと僕としてはそれを今一生懸命応援しててで配信とかを見ててもうなんかニヤニヤしながら見てるという、まあ、<laughs> 結局こういうことも言えますね関係してくるのが、まあ、結局あなたたち本当に人と向き合うのかそうなんか偽物のアバターみたいなキャラクターを まあ好きになっていくとか、まあ、バーチャルな恋愛、結婚もバーチャル、全部なんかそ、だからメタバースの流れだと僕感じるわけですよ、VTuber の宇宙になる人って。あな,ね、あなたたちそれ、面白いの、本当にって思ってて、あ結局、あなたそれ、エロス中心になってませんみたいな異性の見方が。そのあたりかですね、<laughs> 面白いことに、そのあまあ。 要するに配信者って何でも言っていいわけじゃないじゃないですか、うん、もうそれこそ刑事事件になるような発言はいけないわけじゃないですか、そ,ですね、でその中でか、まあ、マネージャーがいてで、女の子たちは自分が売れたい、アイドルとして売れたいから、もうギリギリの発言を繰り返し,していくわけですよ、すね、やっぱりオタクたちに向けて、であと、とですと、ね、ゲーム実況とかも配信してて、であのーまあ、目指してる年齢層が割と40、あ、まあ、アラフォーとかも。 まあ結構そのあなんですよ、まあ、よく言葉で出てくるんですけど、そのうん、おじさんほいほいとかいう言葉が出てくるんですけど、はいうん、だから、あのとても賞味の話、ロマサガとかをやってで、僕もそれから見出したんで、ロ、うん、マサガ好きな人が集まってるんですよね、そ,ねその女の子たちが一生懸命やってで、それを見て、わ楽しいなと言いながら、スパチョをバンバン投げるみたいな、そういうあの市場が出来上がってるなと。バーチャルな、ちょっとした、ね、<laughs> 恋人というかね、<ー>一つの。 でいっぱい恋人を持っているわけですよね、ねバーチャルだからあ<ー>その。ハーレムになれるわけですよ、ま、逆ハーレムそうですね、女の子たちも結構面白くてですね、まあ、今、あの10人、1期生5人、2期生5人で10人いて、であのそ,のそれぞれ特性がある、個性のある女の子たちがいるので、1>, うん、で1期生、2期生合わせて今、2年弱なんですよ。うんで 僕もちょっと最近、も昨日おととい知ったんですけど、実は2人ほど卒業されてるんですよ。はいはいはい。それって何でしょう、もう事務所いらねえやと、もういけるわってなったのか <laughs> あ、ね、まあ正直、それ知ったのも本当最近だから、まあ、仮説としては、要するに2期生に押し出されたっていうパターンが一つ。うん、ちなみに1期生たちは割と個性派が多くて、普通の子が多いんですけど、二期生は。 結構芸を持ってるんですよレベル上がってで1期生2期生が入ったぐらいに実はローソンとコラボとかしてるみたいだから結構広告してるんですよだから恐、ねうん、らく規模的にはです、ね、多分年間まあ34億ぐらいは多分売り上げてるんじゃないかなっていうイメージなんで、まあ、例えば、まあ、年間3億の売り上げがあるとしたらやっぱりそこに集まってくる人たちの数も増えてくるんでで 1>, 1期生5人、2期生5人って誕生して、2人ほど卒業されてるんですよ、3月に。それがまたなん、卒業されて何がそんなに悲しいんですか、伊勢く君は。<laughs> いや、僕はそだ、卒悲しい、ね、あ こんなにいる女の子たち10人、こんなになんか可愛らしい子がいるんだと思ったら、1年以上経ったらもう2人ほどいなくなって、じゃあ3期生かどうかみたいな話になってるって、なんかこれって、モー娘。とかでもなんかそういう現象ありまあ,ん <laughs> あなんかこれを楽しんでたんだなっていうのを僕は今、今普通にただ楽しんでるっていう話じゃないですけど、ただ、ただこれ結論ですね。結論としては まあ、この前、僕は個人事業の話を動画に出したと思うんです、うん、出したんですけど、最後あの、いろんな業種を羅列してるんですよ、最後、資、はいまあ、業だとか、会計士だとか、あのまあ、そのアルバイトとか、もう本当、いろんなあらゆる職種がある中で、いろいろ列挙しましたけど、このうちのどのくらいの人たちが将来性がないのかっていうのをちょっと考えたんですよね。うん、だから、新しい産業が生まれてくるということは、単純にお金がそっちに行くわけで。 で例えば10年前、うん、V チューバーなんかいう市場はなかったわけですよ、そうですね、ところが今や3、4億ぐらいの市場が出来上がって、女の子たちに需要ができて、イラストレーターとかエンジニアとかが、まあ、こう生じたということは、逆にかつての人たちが、まあ、そこで卒業していってるわけなんですよね、イメージ的には。うん、これを、まあ、僕たち、まあ、社会で生きる一般人はどう捉えるべきなのかなっていうのをどうもて考えるケース。よろし <laughs> そうですか、<laughs> じゃあ、そろそろ長くなったでこのテーマはもうちょっと僕にも喋らせてくださいよ。<laughs> いや,やっぱり僕は、もうこれはっきり言ってメタバースの流れの一環だと思ってて、まあ、あなたたちはそのアバターのようなその偽物の人、だってアバターを介して、なんか本心なのか、でも嘘もいっぱい多いわけです、私はもうアイドルのキャラクター演じないといけないみたいな。だから僕声優が僕あんま好きじゃなくなくったのは それ嘘じゃんと思ったわけ声も優、ね、声の声聞いてるとなんかね自然ではないんですよ、うん、明らかにすごくそれが気持ち悪くてもう聞けなくなってきたんですよね<ー>だから本の要約チャンネルでも「イケボ」とか「うっとうしい」と「イケボ」の普通に喋るとそしたら俺聞くのになんか声作ってんですよ それはですねちょっと一言欲しいんですけど、うん、それはです、ね、宮崎駿が全く同じこと言ってるんですよ。うん、宮崎駿は、あの風の谷のナウシカの声優さんを使ったぐらいから、全くそれと同じことを考えて、うん、一般人的な人を声優に起用するようになったんですよ、うん、はいそうです、ね、実は。だから、声優を娼婦だと呼んでましたね。はいわかかかります僕もその意見です、ね、だから冬の育とか <laughs> あのああドラマとかは比較的俳優さんとか女優さんがね、うん、音を当ててますよね、でもそこでなんかアニメーションのなんか変な声優とか使うともう気色悪くなってくるんですよね、ああ本当にそのドラマ自体の映画とかも。僕はちょっとそこはかなり賛同できないです、ね、い僕、あの千尋さんの動画であの音を当てたでしょ、自分の声で。であ,あ,あれはやっぱりああ ちょっとテンションをおかしくしないといけないんですよ。アニメーションの絵に合わせると。<ー>だから僕、しとけのいりない田んぼとかで声張って、もう。ハイテンション芸人ですよ。あのダウンタウンのガキの使いの。<ー>もう、わあい,はい,はい、はい、ってアホなことばっかりやって、<ー>その途中途中かいつまんで使ってるんですけど、だから。うそのくらい。なんかアニメのイラストって。合わせると、だいぶ壊れないといけない。<laughs> あでも僕はあれ好きなんですよ、あの変な感じとかも好きだし、ででそれって評価に、それでもクリエーションの評価に値するでしょ、クリエーションなんですけれども、日常的にずっと聞けないなっていうのはありますかね、なんかそれをデフォルトに学ぶとかはやりたくないタメ,メタバースは、メタバースはリアルじゃないかつリアルっていう、そういうなんかこう、中途半端性があるわけじゃないですか。うんうん アニメーションはリアルじゃないっていう、これ、エンターテインメントとも取れるし、うんで、あるいはあの日常をそのまま切り出したようなアニメーションも中にはあるわけだから、ね、それはそれでいいわけですよ、だからエンターテインメント、日常、半リアル、まあ、そんなそれぞれのジャンルの中に生き方があって、でその中ではその、例えば VTuber も半リアルぐらいのイメージなんじゃないですかね。 だから、うんうん、そういうエンターテインメント的な、その、笑ふ的な声優さんがいてもいいわけですよ、アイドルがいても。もで、リアルな、本当にリアルな女の子を演じるような普通の人がいてもいいわけですよ、うん、積み分けがあると思ってて、で、僕のさっきの言った VRM の1期生っていうのは、もう普通の子が多いかなっていう印象なんですよ、うん、割とリアルに近い。れで、2期生っていうのは、エンターテインメントにかなり寄ってて、声もかなり作ってる人が多くて。 あそうそう、その辺があって、方向性の違いから卒業しますっていうに人が出てる、そういう発言をして、ただもう、その方向性の違いっていうのは、もう言い訳というか、まああの、肩書きじゃないけど、あるじゃないですか、要するに建前じゃないですか、だから何があったか分かんないです。い うん、何があったかわかんないけど人気が落ちたのを感じたのか、うん、勝てないと感じたのか、うん、いろいろあるかもしれすない、僕はそ,そこは結構大きいのかなって思って、で僕はあの、まあ、前もソシャゲやってて、このソシャゲが左臭する悲しさっていうのを僕はすごく感じてるんですよ、左臭、サービス終了だ、はい。<laughs> これは悲しいんですよ、えー、せっかく一生懸命応援してたのに楽しんでたゲームが、ああ、なんか運営の都合で終わってしまうんだっていう寂しさってすごい独特なんですよ、これは VTuber の卒業に近いものを感じて、あのー、すごい空虚が訪れるんですよね、その中には。確かになんか保守思想強い人って、僕結構さ、<laughs> 執着心強いなと思うわけですよ、この日本文化絶対直すって、あのー、守らないといけないっていう執着度強いでしょ。わかります、うんはい で執着しなないいと維持できないんできんすよ結局は確かに、多少嫌なものもひっくるめて、多少中途半端だとか、嫌われてるものとかも含めて、執着していかないと継続できないっていう気持ちが結構強いんで、僕は今、麻雀やってるのも、執着で保ってるようなとこあるんで。 あれもそうですよ、個人事業とかの経営とかもそうだと思うんですよ、もうこの事業は赤字だけど、でももうちょっと頑張れば、なんとか軌道を立て直せるかもしれないっていう執着がないと、ああ、もうやめてしまえだったら、多分もう本当に多分、飽き性になりだしかなと、かなだからまあ、そういう意味では執着心っていうところで成り立っているとかもあると思うんで。確かにだかに VTuber なんてどんどん一新されていく世界なんで、まあ、そこはもう革新的なあれなんでどん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 移り変わっていくとは思いますけれどもね。<laughs> そうですね。あないですよ、うん、だからまあそういう世界がまあ一つ我々の社会に何をもたらすかということを今話しましたけども。んだから結局これもアニメ好きな人、まあなね、アニメ好きやし、うん、もう嫌いな人、は嫌い受け付けない人、はいけ人、けないな、うん、このい様化の中のあれな、うん、あれなだけで、でうん、どうせこれもいろいろ淘汰されてって、また大手と、まあ、しょぼいマイクロ・インフルエンサーに分かれてったりとか、まあ、別に、うん。 さほど何も変わらどあ、まあ、なんかいろんな進化の過程と考えてもいいと思うんですよね、こういう人たちができました会社がありますよ、なんかあの時流行ったねっていう可能性もあるし、うん、一過性の可能性もあるけど、そこから巨大なプロダクションが生まれていって、世界に羽ばたいていくっていう可能性もあるわけじゃないですか、まあ、そういうもんですよ。うんまあまあ 僕はあのディル・エン・グレイって最近聞いてましたディル・エン・グレイ。まあ一曲しか知らないですね有名なやつは。<laughs> うん、僕はあの,あの当時出た時めちゃくちゃ日本中で流行るだろうと思ったら全然流行らなかったんですよね。うん、そりゃそこが海外で<あ>海外で高い評価を受けてるんですよ、ね、ありますね。マリス・ミゼルも結構海外評価高いですよ。うん、ああ、そうなんですか、うん、はい、再生見ると外人のコメントバーってなってたんで。ああ<ー>、うん、まあ。 だからそういう意味でも、日本の産業を将来的に担うのは、実は V チューバーかもしれないわけですよ、極端な例で言うとです、ね、アニメが強いですからね、結構、英語のコメントも来てるんですよね、で女の子たちは英語を理解している人があんまりいないんですけど、やっぱりそのあたりで、日本の V チューバー文化みたいなものがもしかしたらできるかもしれないし、そういうところが日本の将来の産業を救っていく可能性もあるかもしれないって、うん、僕は。 見てますまずゲーム産業とか絡めてですねもちろんね、ね可能性はね、はい、少しはあるのかもしれませんけど、まあ、99%そこはないなという、僕はやっぱりね、も <laughs>、まあ、うん、アバターに興味がない、そもそもが。やっぱり生にの人間と喋っていくのが楽しいかなと、あ<ー>なんかそのあアバターを介して喋ってるような人をあまり見続けられないですね、いろいろこの人本心じゃないんだろうなと。 うん、ああ<ー> <laughs> しかしながらですけどその VTuber の女の子たち自体は生身のに女の子ですからね実際で、まあ、結局器がまあ,あれだからなんか調子乗っていくんですよちょっと人気者になっていくとあ<ー>なんかその辺の精神性もたぶんそのレベルだろうと思っちゃってるし、うん、あいや、うん、面白いですよ<構>なかなかやっぱマネージャーがいるんでだって例えば女の子だけだったら個人 YouTuber だったらそうやってだんだん調子こいて で刑事事件に発展するみたいなこともまあ,ありありだと思うんですけど、マネージャーがずっと管理してるんですよ、会社が。会社だからもちろん、ウームのシステムは若干知ってますよ、要するに再生数の伸ばし方とか、ね、スタートダッシュのやり方とか、全部知ってるし、うんうん、でコメントをばーって打つ役割の人もおるだろうし、全部チーム制でやってるでしょうね。そ、うんうん、そうなんですよだからそれ そういうふうに聞くと、なんかやたら管理された、檻の中の女の子を使って儲けてるんじゃっていうイメージも最初、結構あったんですよ、ね、もう半分以上は持ってかれるでしょうね、う収益の。うん、まあもちろんそれはもう当然ある、ね、と思れますけど、でもです、ね、これ、もう女の子たちも自分が売れたいっていうのをプラス、もう同期がもう,もうライバルなんですよ、ね、強力な。そらそうですよだから 同期は怖い、そして自分は売れたいっていうのもあるけど、でも自分も売れて、同期も売れたら、会社も売れるから、そのためにも頑張りたいっていう、なんか本当に絶妙な、なんていうか、い,いろんな意思が見え隠れして、面白いんですよ。知らんが <laughs> いや、面白いですよ、なかなかこれは、あの今の VTuber っていう人たちはこういうことか、であとまあ僕の、僕の動画の視聴者の人たちはまあ60代の人が多いから、孫なんですよ、明治的には。 でその孫をどう見るかってなったときに、今後の日本の将来をもしかしたら担ってくれる存在になるかもしれないと思って、応援してほしいかなとも思ってるんですけど、ね、VTuber、まあ、が保守の考えなんか、りませんよまあ,あの、しょうもないことばっか言ってますよ。でしょ何も、な守るとか関係ないでしょ、そこはただお金、お金、お金の資本主義の流れの VTuber ですよ。 まあまあそんなことなんですけど、<や>まあいろいろな思いを持って一生懸命頑張ってるい<や>まあ軽投げな女の子たちを応援しましょうということです。君はただのそんな <laughs> そのまた堕落人間やから今度アイドルちょっと応援して暇つぶししたろうってうそれぐらいの発想でしょう。うまあまあまあでもいろいろ考えますよね。そういろんなことを思っててん、ね、うんやっぱ個性がそれぐらいあるんだ。考え方が。 もう VTuber はこれから世界を救うとか言い出した。いやいや、ないないない、まあ、ないよ、それは絶対。それは面白い。農業は世界を救うっていう、自然のほうは世界を救うという話もありますよ。そ,すそれじゃあ次の飛び立つんですよ、それ。あでも次、サイクルのほういきますか。僕はちょっと一回喋ったんで。じゃあは、ゃあ僕がちょっと面白かったのは。 悲惨すぎる国賓っていうのが面白いくて川添さんですね、慶子さん、あの方が YouTube で発してたんですけれども、岸田総理のあの米国訪問は、あれ、国賓じゃないよねっていうふうに突っ込んでて、でまず、普通、大統領が絶対出迎えするじゃないですか、国賓だったら。まず、もうエマニュエルが大使的な人が、もうお買いに行っとるんですよ、まず。そこおかしい ほんでね、<laughs> 今度は米兵にお前、鼻、あのー、出してお前、お辞儀しろと。うん。なんかそういうこともさせられとるんですよ。その日本人をたくさん殺した米兵にお前、拝めと。いうのをに拝ま,まされとるんですよ。<laughs> その辺もあって、もう全然国賓じゃないやん、これ、みたいな。そんな仕打ちある国賓だったら。<笑><笑>でも日本は国賓ってやってるでしょ。で、アメリカの記事、いろいろ見ると。 岸田総理の訪問はオフィシャルビジットとなっていると。でも本当、国賓だったらステイトビジットなんですよ、うん、ステイトビジット。うん、でも結構、オフィシャルビジットってアメリカの記事には書かれているから、<ー>これ日本嘘ついてんちゃうと、国賓とか言って、<ー>もっと扱いひどいよと、<ー>でもそれ隠さないといけない。<ー>だって、岸田総理のイメージを良くするためにも国賓ということにしとこうやみたいな、<ー>そういうののの意図もあるのか、<ー>ちょっと悲しすぎる国賓じゃないと、実際は。うんうん ちょっっと面白かったですね、うん、それを知っの今の彩君の,その話は実際、彩君的にはどう思うんですか、ね、そのことそのものはこれはまあ陰謀論でも何もなく、まあ、事実ベースの話だと思ったのでそれに関しては。うん、いやいや、本当にうん落ちぶれたなっていうことですね、要は。だって習近平とかはもうちゃんと大統領が出迎えしてるし。<ー> <laughs> 全然違うわけです、やっぱり、中、う、国、ん、と日本の,そのあれがそ、ねあ。だからそこはやっぱりその、我々一般人はそれをどう受け止めるべきなのかって、なってはい、はい、結構、これも、これ自体はやっぱ結構、救いようがないかなっていう話だと思うんですよ、まあ、今ちょっと、落ちぶれたっていう言葉が今、出ましたけど、実際ですね、戦後ずっとそうだったんじゃないかなっていうイメージも。まあ あるじゃないですか、まあ、例えばそのに日本の歴代首相でアメリカにそ,のそういう強く出てた人がまあいたとしてでも多分みんな同じような待遇に近かったのかそ,のそもそもアメリカがぶれすぎる状態っていうのが多分今アメリカそのものもだいぶ落ちぶれてるんじゃないかなという気もするんでちょっと何とも言えないですけどただまあ今のその話からすると日本っていう国は。 アメリカの、まあまあ、よく言う、属国扱いを受けているというものを、世界にセンセーショナルな宣伝をしてるっていうのに利用されてるわけでしょうんでも日本人は気づかないですね、だって国賓で素晴らしい待遇でちゃんと言ってるんですよみたいな形にされてるんで、その形にしてるのってメディアですよ、ねまあ、メディアですね。 で今回、今、僕話した悲惨すぎる国賓なんていうのは、もう、川添さんの配信以外に、そんな情報ないっすか、ああ<ー>全くマニアックすぎる情報で。なるほどですね。まあ、一部の,その真実を探ろうとしてる人たちは、そういうふうにちゃんと川添さんみたいに言ってるかもしれないけど、もで,まあでも大多数の宣伝媒体が、まあ、そうやって日本はその国賓としていきましたよって。うん あいつは嘘つきですからね、単純に、実際に。まあ、それが事実だと思うんですよ、メディアが嘘をつくというのが事実で、そ,でねはい、そして、まあ、日本というのは、じゃあ、その川副さんが言ったようなことが事実であって、それが起きましたというのが事実だから、それをその受けて、我々はどう判断するかってなったときに、もうすべてを疑って戦っていかなければいけないんじゃないかなっていうことになりますよね、イメージ的には。はい こ,のこれが僕はこ、はい、いやそのタイトルがすごい面白いなと思ったんですよまずこれ見た時「悲惨すぎる国品」ってああ <laughs> あまあまあよく分かんなかったですけど<と>まあ言われたらっていう感じですね、うん、悲惨すぎる国品なんてあるのっていうだからこの言葉自体がもう<ー>こんな言葉ができる時点で嘘っぱちが。うんうん すごいな。国品に見せて、実は悲惨っていう、うん、なんじゃそれっていうまあ国。国品の品っていうのは、まあ要するにその重要な。その、まあ来品、来賓、うん、お客さんっていう意味合いですよね。そうですね。うん、まあ、多分、そうですよね。最大級の。出迎えのことを国品と言いますよね。うん、ああ。 悲惨なんんででしょそれが <laughs> だったんですね <laughs> 米国に頭下げられましてそれが川添さんの意,思であ意見であってでそれと全く反対のことをメディアがその国賓としてきちっと伝えてるっていうてでもそれうですよねっていうその英訳とかも僕ちょっと分かんないですけどでも習近平氏が多分大統領を迎えてて。うん っていうので比べただけでもそれはわかりますよね。うねどうなの悲惨なのかどうなのかの。マニュエルですからね。<laughs> あ<ー>あマニュエル <laughs> ああちょっとそのあたりも。